1>, 首都圏1都3県の先月の新築マンション1戸当たりの平均価格は去年の同じ月から32.5%高い8068万円で3か月連続で上昇しました不動産経済研究所が発表したもので東京都心で発売された高額物件がよく売れたということです。発売個数は減って 1,936個でした。担当者は、郊外の物件の人気が落ち着いたことが要因ではないかと分析しました。地域別の平均価格は、東京23区が47.9%上昇して1億1,475万円、23区以外の都内は1.4%下落して4,911万円でした。 このほか、神奈川県は22%上昇の6078万円、埼玉県は17.7%下落の4939万円、千葉県は2.5%上昇の4837万円でした。